まあ、活断層法という、ご提案で、ございますが、その活断層法の、ご提案の中身自体は私もつまみ高でございますので、なんとも答えのしようがないところでございますが、まあ、今般の地震はですね、活断層によって引き起こされる地震の脅威を、まあ、再確認させるものであったと思っています。文部科学省の地震調査研究推進本部が行っている、まあ、全国の主要な活断層の調査評価については、その結果を一般向けにホームページで公表し、自治体の職員に対して調査説明会を行ってきたところでありますが、先ほど大臣から答弁させていただいたように、まあ、周知徹底を図っているところでございます。で、またこの本部は、まあ、今回の地震を引き起こした二川断層帯及び日名具断層帯については重点的な再調査を実施する予定であります。まあ、政府としては今後、まあ、ホームページや、まあ、講演会、説明会等、まあ、さまざまなツールや機会を活用し、国民や最前線の自治体に各活断層の防災上のリスクを認識してもらえるように、地震の発生メカニズムや主な活断層の調査結果等の周知を強化していく考えでございます。山田太郎君。次はですね、官房長官にご提案したいんですが、やっぱり震災になると、いつも同じようなことが起こるんですね。市役所には物は届いてるけど、現場には行かない。パテーションは今回2